何度確認してもどう見たって確実にマキさんだ。やっぱり僕たち入れ替わっちゃったんだ。この後もまだ任務が残ってるっていうのに、厄介な呪いにかかっちゃったな。マキさん、どうしよう。僕なんかと入れ替わることになるなんて本当にごめんね。こういう時はどうしたらいいんだ。まずは五条先生に連絡かな。おい、ユータ、ちょっと落ち着けよ。かかっちまったもんはどうにもなんねえんだし仕方ないだろ。いつまでもへこんでないで、さっさと気持ち切り替えろよ。そんなこと言われても。というか、マキさんはなんでそんなに落ち着いていられるの？僕たち入れ替わっちゃってるんだよ。確かに最初はびっくりしたけど、今すぐ元に戻る方法がない以上、騒いでも意味ないだろ。心配しなくても、そのうち戻るだろうし、そんな慌てなくても大丈夫だろ。それより私たちには、まだ任務が残ってんだ。早く行くぞ。うわ、やっぱりマキさんはすごいな。僕は動揺してばっかだったけど、マキさんを見習ってもっとしっかりしないと。とは言っても、やっぱり意識はしちゃうよね。いつもの体と全然違うし、マキさん鍛えてるとは言っても、入れ替わると女の子なんだなと実感するっていうか。ユータ、なんか落ち着きないな。何をそんなにそわそわしてんだ？そわそわなんてしてないよ。ふーん、それならいいけど。危なかった。意識してることがバレたら絶対怒られるだろうし、平常心でいないと。あ、そうだ。どうしたの、マキさん。お前、私の体に触るんじゃねえぞ。何言ってるんだよ、マキさん。そんなことするわけないでしょ。マキさんの体に触れるなんて、恐れ多くてできるわけないよ。いや、そんなに慌てなくても、ユータのやつむせるとか動揺しすぎだろ。わかりやすくて面白いな。もう、マキさん、僕のことからかって遊んでるでしょ。あ、バレた？ひどいな。僕余裕ないんだからやめてよ。でもマキさんのおかげで少し緊張が解けた気がする。気持ちを切り替えて残りの任務も頑張ろう。マキさんの体に絶対傷がつかないように、いつも以上に集中しないと。ん？なんか体に違和感が。ああ、おい、ユータてめえ。何何何？なんで急に怒ってるの？お前、任務前にトイレ済ませなかったのか？え？トイレ？くそ、なんでこのタイミングでトイレに行きたくなるんだよ。ああ、マキさん、本当にごめん。そういえば、今日に限って任務前にトイレに行ってなかった。どうしよう、どうしよう。できれば我慢してもらいたいけど、辛いのはマキさんだし。ったく、どうすんだよ、このバカ。普通先に済ませておくだろうが。マキさんのおっしゃる通りです。本当にごめん。ユータ、この女、嫌い。リカ。リカちゃん。ユーダ、今、この女の子が怒ってたでしょ？嫌い？それなら、リカが。待って、リカちゃん、違うんだ。うるさい。お前は、喋るな。ユータと、リカの邪魔するどうしよう。今僕、マキさんの姿だから、この状態じゃリカちゃんに話を聞いてもらえないみたいだ。くそ、ここでリカが出てくるとは、面倒なことになったな。とりあえず、ユータの姿をしている私から事情を話してみるしかないか。お前なんかが、ユータに近づくな！おい、リカ、ちょっと落ち着け。暴れようとしてんじゃねえ！ユータ、怒ってる。ごめんなさい。ごめんなさい。暴れないから、嫌いにならないで。リカちゃんが動揺してる。そりゃそうだよね。僕あんな言葉遣いしないもんな。ああ、悪い。怒ってるわけじゃなくて。ユータ。今、私とユータは中身が入れ替わってんだよ。つまり、お前が大好きなユータは、そっちの私の体の中にいるってわけ。だからこれは、ユータの体だけど、中身はユータじゃねえの。ユータ、じゃ、ない？リカちゃん、僕はこっちだよ。こっちが、ユータ？とりあえず説明したけど、理解できてんのか？私らの顔交互に見て、明らかに混乱してるっぽいけど、大丈夫か？リカちゃん。びっくりさせてごめんね。本当にユータなの？
そうだよ。慣れるまで変な感じだと思うけど、今日だけ我慢してくれるかな。後世に戻れば、五条先生や家入さんが元に戻してくれるはずだから。わかった。ありがとう、リカちゃん。おお、さすがユータ。リカがおとなしくなった。いやでも、見た目的には私とリカが喋ってんだよな。すげえ違和感。でも、リカやっぱり、この女、嫌い。こら、リカちゃん。マキさんの体を傷つけたらダメだよ。うん。いや、リカ、めちゃくちゃ不服そうな顔してんじゃん。呪霊だから実際は顔とかわかんねえけど、あれは納得いってない表情だな、絶対。まあ、確かに。喋ってんのはユータだけど、見た目は私だからな。リカ的にはそりゃ、受け入れがたいよな。リカちゃん、お願い。僕の言うことを聞いてくれる。わかった。すげえ嫌そう。めちゃくちゃ葛藤してるじゃねえか。なんかあれはもう逆にリカがかわいそうに見えてくるな。マキさん、リカちゃん分かってくれたよ。そうみたいだな。納得はしてねえみたいだけど。うるさい。多分私に文句言いたいんだろうけど、ユータの姿だから強く言えないんだろうな。これってこの状態でリカのことを褒めたりしたらどうなるんだ。こんな機会めったにないし、ちょっとやってみるか。ユータっぽい感じをイメージして。リカ、いつもそばにいてくれてありがとう。大好きだよ。リカも大好きだよ。おお、喜んでる。やっぱ中身より見た目に引っ張られてる感じか。お前、ユータじゃないんだった。ユータの体で遊ぶな。すまん、ついどんな反応するか気になって。お前、嫌い、許さない。今嫌いって言いかけてやめたな。やっぱ中身が違うって分かってても、ユータの姿を前にすると怒れないんだな。リカとこんなにやりとりできる日が来るなんて思ってなかったわ。戻ったら覚悟しろ。リカちゃん、そんなこと言ったらダメだよ。うるさい。ユータ、ごめんなさい。怒った。リカのことを嫌い。嫌いじゃないよ。でもマキさんは僕の大事な仲間だから、傷つけるようなことはしないでね。もちろんパンダくんや犬巻くんもね。わかった。リカ、さっきはからかって悪かったな。混乱させて申し訳ないけど、任務が片付くまで付き合ってくれ。わかってる。お前と話す気はない。そんなこと言うなよ。せっかくの機会なんだし、仲良くしようぜ。ユータはそんな喋り方しない。お前はその姿で喋るな。なんだよ、それじゃあユータっぽく喋ればいいのか。違う。なんかマキさんとリカちゃん仲良くなってる。じゃれ合ってるみたいで可愛いな。おいユータ、お前何見てんだよ。私の顔ニヤニヤさせんのやめろ。え、ごめん、僕今そんなにニヤニヤしてた。してたしてた。今お前は私の姿なんだからな。だらしない顔してんじゃねえよ。いや、マキさんとリカちゃんが仲良くしてるところを見ると嬉しくなっちゃって。は？仲良くはないだろう。リカ、この女嫌い。ユータ、早く元に戻ってよ。そんなこと言っても、二人じゃれ合ってるようにしか見えないよ。やだやだやだ。いつものユータがいい。あ、おい、落ち着けリカ。ユータ、これ以上リカにストレスかかる前にさっさと任務片付けるぞ。そうだね。僕たちもいつまでも入れ替わったままってわけにもいかないし、リカちゃん、早く終わらせて後世に戻ろうね。そしたらリカはユータと一緒。そうだよ。嬉しい。
リカはユータにくっついてるつもりなんだろうけど、体は私なんだよな。リカに懐かれてる私とか、これ以上見てらんねえわ。マジでさっさと終わらして、体元に戻してもらわねえと。その後、リカは1秒でも早く私たちに元に戻ってほしかったのか、今まで見たことないほど任務に協力的だった。私たちは慣れない体で任務に当たらないといけないと思っていたから、正直めちゃくちゃ助かった。リカの活躍もあり、一瞬で任務を片付け急いで光線へ。翔子さんに見てもらったら、その時点でほとんどの呪いの効果は切れてるってことで様子を見ることにしたんだ。そしてその後すぐに無事戻った私たち。元に戻ったらリカに狙われるかと覚悟してたんだけど、意外にもリカは私に攻撃してこなかった。いろいろ文句は言われたけど、それだけで済むなんて奇跡だな。いや、まさかマキさんと入れ替わっちゃうなんて。今回の任務は大変だったな。元に戻った時、リカちゃんがマキさんを攻撃しないか心配だったんだけど、軽く言い合いするくらいで済んだからよかった。やっぱりあの二人仲良くなってくれたんだな。僕がマキさんとリカちゃんの言い合いを眺めていたら、タイミングよくパンダ君と犬巻君も任務から帰ってきたんだけど、二人ともすごく驚いてたな。パンダ君には見てないでリカを止めろって言われたけど、仲良くなったんだって教えてあげたら、すごい不思議そうな顔してたよ。マキさんだけじゃなくて、パンダ君も犬巻君もリカちゃんと仲良くなれたらいいのに。今度交流する機会でも作ってみようかな。動画を見ていただきありがとうございます。鮭、昆布、ツナツナ、他の動画も見てねと言ってるのだと思います。よろしくお願いします。チャンネル登録も忘れないで。